11面クワンノン地図高鍋大師は、宮崎県古裕郡高鍋町大技持田にある石造郡。高鍋大師と呼ばれる一連の石造郡は、近隣にある持田古墳郡の霊を慰めるため、町内で米国店を営んでいた岩岡安吉という人物によって作られたものである。29歳の時に四国88カ所巡礼の旅へ出た岩岡は、 当時同古墳群での相次ぐ洞窟に心を痛めていたことなどもあって、高鍋にも88箇所を建設することを決意し、43歳にて古墳群近くの土地を購入して整地すると、大分他県から石膏物資を招聘して彫刻技術を習得した。岩岡は88箇所仏完成後も彫像に勤しみ、最終的に本人が生涯で刻んだ石像は700体以上にも、 登った。その中には6メートルを超える巨大なものも含まれている。しかし、あくまでもプロの物ュが制作したものではないため、石像は極めて直線的なデザインをしているものが多く、また中には、水戸黄門、助さん、角さんの像などもあるが、それが、どこか愛嬌が感じられる、トーテムポールに似ているとして、道長の人気スポットになっている。高鍋大師のある場所は、 町の丘陵地の一角であるが、同地は、日向灘なだを望む絶景地でもある。町では現在、高鍋大使周辺に、福島市の花見山公園をモデルとした憩いの場所を整備し、高鍋大使の魅力を向上させることを計画している。ちなみに、地元の高鍋商工会議所のゆる、キャラ、高鍋大使くんは、高鍋大使の十一面クワノムをモチーフとしている。 ありがとうございます。